はい、KOZ こと、コズです。今回は、こちら、ドラゴンボールのね、フィギュア開封したいと思います。フィギュアズゼロ EX、プレ版限定のね、スーパーサイヤ人4、孫悟空ということでね、こちら、ちょっとね、開封したいと思います。ではね、一度、この、段ボールからね、出して箱を見てみましょう。はい。ということでね、開封しました。はい、箱はこんな感じですね。いやーかっこいい。スーパーサイヤ人4。いやーすごいね。うん。魂ウェブショーで。横がね、ちょっと大きくなってますね。横幅がね。顔もこんな感じですね。はい。で裏面はこう、いいね。あのオープニングのね、最後に出てくるポーズということでね、作られたみたいですね、造形としてはね。まあ本当はね、目はね下斜め下向いてたらよかったんですけどね、完璧だったんだけど、なんで上向きにしたのかわかんないんですけどね、これで見下ろす感じだったらもっとかっこよかったと思うんだけどね。そこをちょっとね、完全に再現してほしかったな。逆にこの真正面の方がかっこよくないですか。俺はこれでこの方向で飾りたいな。とりあえず、じゃあね、これはね、箱また開封して、中身がねどうなってるのか、見ていきましょう。はい、ということでね、箱から出しました。まあそのままもう出来上がってる感じで、入ってますね、ブリスターにね。はい、いやー実物見てもやっぱかっこいいな。出来いいね。このね、ウェザリングとかグラデーションとかもね、完璧だと思います。はい、じゃあ一回ちょっとね、ブリッサーからまたねちょっと出して、ね、実際手に取って見てみましょう。はい、ということでね、出しました。はい、あれなんかシートが、まあ実際やっぱ手に取ってみるとね、やっぱまた違う感じがしますね。いや重いな、もう岩のねこの造形といいね、これねわかるかな、これちょっとねカメラ的にあれなんだけど、こう目がね若干ね金色になってんだよね。ちょっと、ね、金色になってるんですよ。こうね、これがまたかっこいいね。いやこの角度やっぱかっこいいな。いやすげえ。超かっこいいな、やっぱスーパーサイヤ人4は。いやすげえ。このね、すごいな。はい。いやスーパーサイヤ人4のね、悟空のフィギュア自体はそこまで多くないですよね。まあ、ほとんどが1とかね、3のフィギュアが多い気がしますね。まあほとんど GT は外伝的なね要素もありますけどね、賛否両論あった作品ではあるんですけどね。まあ自分好きですけどね、ほんとね。最初ねオープニングで、このシーンがね最後に出た時、すげえ強い悪役が出たなと思ったんだけどね、実は悟空だったっていうね。
それにもビビりましたけど、ね、悟空がこんなになっちゃったっていう、いやーすげえかっこいいな。やっぱね、出来がいいよ、やっぱりフィギュアーズゼロは重いな。でもね、ほんと大きさもね程よいんでね、このフィギュアーズゼロシリーズはね、ほんといいですよ、出来はね、はい、スーパーサイヤン4孫悟空まあね、今回はね、以上ということで、終わりにしたいと思います。ね、また、何かドラゴンボールフィギュアがね、出ましたら、そちらの開封動画撮りたいと思います。まあね、多分おそらく次はね、スーパーサイヤ人 のベジータですね、一番くじ5000円のね、あれを、今月の末ですよね、開催するんですけど、まあちょっと引きに行きたいんですけどね、予約してないんで引けるかどうか微妙なんですけど、引けたらまあ3回ぐらい引こうかなと思ってます。それのね、結果報告になるかなと思いますね、今のところはね。それ以前に何か、ドラゴンボールフィギュアね手に入れましたら、ご報告させていただきたいと思います。それまでね、チャンネル登録をしてお待ちいただけるとありがたいです。ではね、今日はこの辺で、はい、ご視聴どうもありがとうございました。